仙台市は新型コロナウイルスのオミクロン株のうち感染の主流になっている BA.5 に対応するワクチンの接種を来月1日から始めます。仙台市は年末年始に懸念される感染拡大に備え、オミクロン株に対応したワクチンの接種を進めていて、すでに始まっている BA.1 対応ワクチンに加え、来月1日から BA.5 対応ワクチンの接種を始めます。対象は従来のワクチンで2回目までを終えた12歳以上の仙台市民で、前回の接種から少なくとも5ヶ月以上経過していることが条件となります。接種会場は青葉区の新東北ビルで、1日最大で618人に対応するということです。 BA.5 対応ワクチンの予約は今月22日から電話やインターネットで受け付けます。